今朝、道南の北斗市の国道で車3台が絡む玉突き事故があり、男女3人が怪我をしました。窓ガラスが外れ、後ろの部分が大きく壊れた車。事故があったのは北斗市七重浜の国道228号線で、今日午前6時半過ぎ、信号待ちをしていた黒のワゴン車に後続の白のワゴン車が追突。弾みで押し出された黒のワゴン車が前にいた軽乗用車に衝突しました。この事故で軽乗用車の60代の女性が腰の痛みや足の腫れを訴えているほか、黒のワゴン車の30代の男性と最初に追突した白のワゴン車の男性の合わせて3人が怪我をして病院に運ばれました。現場は片側2車線の直線道路で、警察によりますと、最初に追突した白のワゴン車の男性が前を見ていなかったのが原因とみて調べています。